君はシャグマアミガサタケというキノコを知っているかね。ということで、シーズンも終わったということで、今日は反発休みをですね、ゆっくりのんびりキノコ料理でもやっていこうというふうに思ってまして、まあ、昼夜ともですね、このシャグマアミガサタケをフィーチャーいたしまして、ちょっと料理していこうと思っています。セルボエサーの動画、英語でファルスモレルって言うんですけど、まあ、それでちょっとググったらですね、まあ、割と揚げ料理みたいなやつが多くて、まあ、揚げるか煮込むかって感じ、まあ、前も多分やったと思うんですけど、昼は天ぷらにしていこうと思ってまして、で夜はビーフシチュー、これは今年取ったシャックマン乾燥個体でございまして、まあ、これあの毒キノコなんですけれども、乾燥をガッチガチにしたり、煮沸で煮こぼし何回もやるとほぼ完全に毒抜きできるということで、私においては初実食去年だったと思うんですけど、もう早速去年から乾燥し始めて、食べてますと。で今年は年々夏シーズンのキノコのフィールドワーク忙しくなってきて、なかなかちょっと食う機会が 2,3 ヶ月なかったんですけど、今日はがっつりやっていこうと思います。まあ、ちょっとシャグマだけだと寂しいので、ちょっと備蓄をチェックしてみると、こんだけ減ったんですよね。まあ、ほんとパンパンだったんですけど、いろいろあるんですけど、ちょっとあの試してなかったんで、これいきたいんですね。松の苔色のぬめり傘のでっかいのと、薄赤ひだったわけですね。ちょっと量が多いな、これ。まあちょっとなんとか見繕おうと思います。じゃあ食材買いに行く前にシャグマ戻しちゃいましょう。両方5月4日なんだ。で香りはですね、まあアミガサタケ系のどちらかというと爽やか、どうだろうあの上履きみたいな感じはあんまないですね。ちょっとすっきり感があるんですけど、ただこれこの状態まで乾燥する時もそうなんですけど、やっぱりなんかちょっとね、むせ返るようなちょっとやばい感じがあるんで、多分この乾燥したこの状態でも若干まだ成分は残ってると思うんで、この乾燥を戻す時とかその後加熱する時とかもやっぱり換気はめっちゃやるようにしてます。なんかちょっとねクラクラする感じがするんですよね。ただまあ去年1年食いまくって、去年1年もこのパックパンパン2袋食いましたから、取ってで今年もまあ半分食しつつあるんですけど、健康問題は一切なしということでございます。はい、それではあっという間に昼になっちゃいまして、買い出しは行ってきたんですけど、昼はですね、松の苔色のぬめり傘と薄赤ひだたけと冷凍してたやつ、きのこ、あとシャグマアミガサタケ、そしてかぼちゃを天ぷらにしていきます。シャグマなんですけど、ちょっと量少ないなっていうね、どうしようかな。夜にまたなんかちょっと足すかもしれないですね。ある程度の量を天ぷらにしようと思ってます。でかめなやつを天ぷらに回しましょう。エビ買ってきてかき揚げとかにした方が良かったかもしれないですね。ちょっと失敗したな。こいつらをめっちゃ凝っとる。解凍します。さてさて、解凍できましたけど、まだ固まってるね。よし、これはもう天ぷら行きです。ダメだね、バラバラになっちゃうよ。もう逆手にとってこの塊ごといっちゃえばいいんですね。これが結構キノコ冷凍の難しいとこですよね。当日はもうテンパっちゃってね、小分けとかやってる暇ないんですけど、後になるとか苦労が待ってるっていう感じですね。ということで、まあかぼちゃも入ってますけど、こっちが
天ぷら、こっちがシチュー。今日付け合わせが実はありまして、これ昨日夜作った先日の鍋やった巨デカネギと、あとシャカシメジの味噌汁ですね。よし、今日は割と念入りに濃いめで混ぜましたんで、衣は比較的つきやすいかとは思います。揚げていく。めっちゃ爆発しそう。かぼちゃも終わりましたんで、いよいよシャクマンいきたいと思います。もうね、本当にかき揚げですね、ほぼね。揚げてるうちにばらけてくださいっていう感じで、ね、混ぜますね。まあ、身が佐竹系はあの傘が空洞ですからね。いくらあの乾燥前に割っているとはいえ、やりすぎたか。こう揚げてもね、中が黒いから竜田揚げみたいに見えますね。はい、それでは出来上がりましたので、早速いただいていこうと思います。シャカシメジとネギの味噌汁、いただきます。うまっ。シャカシメジ、このネギ味濃いですね。では早速懸案のシャグマちゃん、ちょっと一旦そのままいきましょうか。いただきます。うん、相変わらず肉みたいですね。すごい歯ごたえがある。じゃあ続いて抹茶塩。うん、なんか肉のスナックって感じですね。本当に薄いんですけどね。じゃあ続いて即席の天ぷら、甘じょっぱいようなタレ、初めて自分で作ったかもしれない。大体塩で食っちゃうんですけど、いいね。これはこれでいいしね。途端に和風っぽくなる。じゃあ口直しということで、相変わらず毎週買ってるかぼちゃ。うん、うまっ。タレでも、天ぷらのタレもいいですね。では続いて、これはもう間違いなく松の苔色ちゃんですね。割と綺麗に形残っていた個体でございます。じゃあまたそのまま。うん、あ、普通に癖のない
美味しいキノコですね。ただやっぱり口触りとか歯触りは柔らかすぎる感じでございます。じゃあ同じく松の苔色のメリガサのチビ軍団抹茶塩でいきます。うん、うまいね。残念ながらあとはこれもそうかな、これそうですね、ちょうどいい塩梅でございます。じゃあ今度タレで松の苔色ちゃん、うん、うん、両方うまい。では間違いないところとして薄赤ひだたけのデカ個体ですね。そのままいただきます。ピント合ってないかもしれないですね。うん、どうだろう、旨味は若干松の苔色より低いかもしれないですけど、それも歯触りがいいですね。じゃあ抹茶塩漬けでいきます。うまいね。こうつけがたいね。まあつける趣旨でやってるわけじゃないんですけど。では松の苔色ちゃんをタレでいきます。じゃない、薄赤ひだたけの方でした。うん、食べ応えは明らかに薄赤ひだたけの方がありますけれども、まあ旨味もでも負けてないですね。ということで昼の部は以上でございます。はい、では夜の部でございます。今日使うルーはこちらでございます。で肉はなんかこういうのに使う塊肉みたいなのってあんまなくて、こんな感じの二段構えにしましたね。ステーキ用の肉と牛すじ、今日はちょっと圧力かけようと思ってます。まあで作成過程は大したことないんで、例によってほぼ今回は省こうと思います。やっぱりちょっとキノコ少ないですね。ちょっと急遽裏黒足します。何の戻しもしてないですけど、今日は水にしとくか。だいたいトマト缶入れるんですけどね。よし、じゃあここから圧力をかけていく。はい、皆さんお疲れ様です。出来上がりましたよと。乾杯です。
ては。結構圧力かかったっぽいですね。じゃがいもは形が2割ぐらいなくなっていて、肉も結構ばらけているようでございます。まあ加圧は15分ちょいなんですけどね、結局あの減圧中も圧力がかかり続けるので、あんまり長いことやっちゃうと形がなくなっちゃうんですよね。じゃあまずはスープ部分をいきたいと思います。香り、うん、香りはごくごく普通のビーフシチューでございます。では、おお、うまみ強よ。では、これ筋肉かな、筋肉のところいきますか。いただきます。うん、筋肉入れたのが結構でかいかもしれないですね。では、これ結構形残ってますね。ちょっともうもはやなんだかわかんないですけど、まあ松の毛色か器か平竹、どちらかかと思います。ちょっとあの汁物なんて近くにはお見せできないですけど、うん、まああの今日ですね、昼の天ぷらで、まあ、素材の味を確かめるって感じなので、まあ、今回も全体の普通にシチューとしては味わっていくって感じなんですけど、まあところどころ気づいたらですね、個別に見ていこうというところです。うん、コクが強い。うん、肉めっちゃ柔らかくなってる。多分苔色のツカ、キノコにあんまり圧力かけたことないですけど、意外に残るんですね。不思議ですね。では後からちょっと急遽来ていただいた裏黒苦い口でございます。真っ黒、相変わらず。うん、いいね。前も申し上げたんですけど、なんか裏黒苦い口って乾燥するとちょっと酸っぱくなるんですよね。それがなんか逆に合ってます。あたかもトマト缶入れたような、うん、コクがやばいな。過去一かもしれない。まあシチューはあの年に1回作るか作らないかなんですけど、圧倒的にカレーばっか作ってて、ここまでうまいとちょっとリピートしちゃいますね。筋肉と4種類のキノコですね。もうまずいはずがないですよね。シャックマンいねえかな、入れたはずなんだけど。入れたつもりが筋肉だったかな。あ、細切れがいたあ、これそうだ、これそうです。いただきます。うん、さすがに柔らかくなってるけど、持ち味はちゃんと出てきますね。で、ここまでしっかり肉がいると、あら、あなた肉じゃなかったのねって感じがしてきます。うん、めっちゃうめえな。はい、ということで今日のスーパーキノコパーティーは終了でございます。お付き合いありがとうございました。ではまた。